本日はルローブラスオルケスター第2回カラフルコンサートをご視聴いただきありがとうございます。今回カラフルコンサートの進行を務めさせていただきます田中千里です。よろしくお願いいたします。オープニングに演奏した曲は酒井崇匡作曲セレモニアルマーチでした。この曲は華やかさと躍動感をイメージして作曲されたコンサートマーチです。21世紀の吹奏楽第4回共演で取り上げられて以来、多くの団体に演奏されています。さて、今年は吹奏楽において大変有名で20世紀を代表する音楽家の一人であるアルフレッド・リード生誕100周年にあたります。今回は数多く残された作品の中から2曲演奏したいと思います。1曲目は小組曲です。バロックから古典派にかけての音楽形式を意識して作られ、王様の入場を思わせるイントラーダ、フルートやオーボエの美しいメロディーが奏でられるシチリアーノ、木管楽器中心のコミカルな曲調のスケルツォ、堂々としたフィナーレを飾るジーグの4つの楽章で構成されています。それぞれの楽章の違いを楽しみながらお聴きください。
リード作品2曲目に演奏するのはアルトサクソフォンとバンドのためのバラードです。この曲は管楽器メーカーのルブラン社からソロと吹奏楽のための曲を3曲依頼されて作った中の1曲です。ゆっくりとしたブルース風なソロで始まる3連符のモチーフが多く用いられる美しいスローバラードです。アルトサクソフォーンソロはルローブラスオルケスター常任指揮者の遠藤博之でお送りします。美しいアルトサクソフォーンの音色をお楽しみください。Thank you.
第1部最後に演奏する曲はボロディン作曲歌劇イーゴリ公よりボーロベツ人の踊りと合唱です。イーゴリ公よりダッタン人の踊りとして、その美しい旋律を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。この歌劇は1869年から作曲されましたが、全4幕あるうちの第2幕までを完成させボロディンは死去し、それ以降はリムスキー・コルサコフとグラズノフによって作曲され完成しました。今回演奏するダッタン人の踊りは第2幕のもので、ロシアの君主であるイーゴリ公が自国に攻め入ってきた遊牧民ダッタン人に捕らわれ苦悩の日々を送る中、不憫に思ったダッタン人の将軍がイーゴリ公の前で盛大な歌と踊りの宴を開くというシーンで演奏されます。またこの曲は管弦楽用に編曲され、独立した管弦楽曲としてさまざまな演奏会で演奏され、世界中で親しまれています。日本でも JR 東海のテレビ CM として使われるなど、大変馴染みの深い一曲です。異国情緒あふれるメロディーと優美で力強い情熱あふれる音楽をお楽しみください。
ただいまより10分間の休憩をいただきます。
ただいま演奏した曲はミッキーマウスマーチでした。皆さんがよく知っているミッキーのテーマをいろいろな楽器で演奏しました。金管楽器、木管楽器、打楽器、それぞれの音色もお楽しみいただけたと思います。知っている楽器、演奏してみたい楽器はありましたか？第2部は皆さんが一度は耳にしたことのある曲を吹奏楽アレンジでお届けします。次に演奏する曲は Remember Me です。 Remember Me は2018年に公開されたディズニーが贈るメキシコ伝統的な祝祭死者の日を題材にしたファンタジーアドベンチャー映画です。ちょうど本日10月31日から死者の日のお祭りが始まるとされています。死者の魂をオレンジ色のマリーゴールドの花びらで導く風習があり、大変鮮やかで賑やかなお祭りだそうです。そんなカラフルなお祭りを舞台に、ミュージシャンを目指す主人公ミゲルが劇中で歌う Remember Me、 ミゲルが大好きな曲で、不思議な力を秘めているストーリーの鍵となる楽曲です。冒頭のテナーサクソフォーンのソロにもご注目ください。
次に演奏する曲は映画スタンドバイミードラえもん2の主題歌虹です。虹は結婚に向かう二人とその周りにいる家族の思いにもそっと寄り添ってくれるような優しさと覚悟を包み込んだラブソングです。それではお聴きください。次に演奏する曲は中島みゆきの代表曲糸です。糸は1998年にドラマ主題歌、2020年には映画の題材にもなった曲です。数多くのアーティストにカバーされ、幅広い世代に愛される一曲となりました。もともとウェディングソングとして書かれたものですが、若者の応援歌として聴いてみることで、糸が持つ世界観がさらに広がっていく楽曲です。糸になぞらえて、人と人との巡り合わせ、幸せについて歌われています。ぜひ歌詞を思い浮かべながらお聴きください。
次に演奏する曲は上を向いて歩こうです。坂本九のヒット曲で日本国内外でも大変よく知られています。復興応援ソングや映画の挿入歌にも使われ話題になりました。歌詞自体は悲しいものでも曲は明るく希望を感じます。悲しくても悲しさを把握し、上を向いて希望を見つめていくのも幸せになるにはとても大切なこと、というメッセージが込められています。今回の演奏はスウィングバージョンでお送りします。ピッコロ、トランペット、トロンボーンのソロがあり、聴きどころ満載です。それではお聴きください。カラフルコンサート最後に演奏する曲はチック・コリアの代表作
スペインです。アランフェス協奏曲第2楽章をイントロとして用い、その後はテンポアップして様々な楽器のアドリブで演奏されるというとても変則的な名曲です。数えきれないほどのアーティストにカバーされてきましたが、惜しくも今年この世を去りました。今回は追悼の意も込めてこの曲を演奏します。トランペット、アルトサクソフォーンのソロにもご注目ください。